편한 나한테 느낌에. 나한테 고유한 걸 줘. お前バカのふりをするな。例えば先ほどですけれども、まあ先ほど昼食タイムがあったんですよね。でその後ともちゃんがメイク直しに行くわけじゃないですか。その時にディレクターの新井さんが小銭を渡しで、野原さんがそのお金をもとにですね、何ですかあれは飲んでいたのは。ビタミンC、ね、ビタミン C ドリンクみたいなのをですね買ってきてくださるわけじゃないですか。それをこう楽屋に置いといて、ともちゃん入ってきて、ああつってストローを引っこ抜いて、その前にともちゃんさ、それどうしたの、なんか何も言わずに飲んだけど。そんなそんなやで、その前のがあるの。その前にあのビタミン C があると嬉しいですって言って買ってきていただいて。そんな言い方でしたか。そんな言い方そんな言い方じゃないですよね。いや違います。あのビタミン C のやつ買っといて。あれないの。違う、ちょっと待って神谷さん、本当に誤解を生むからやめてくださいよ。あと来た時もそうでしたよね、あったかいお茶がねえだろ。違う、あったかいお茶はないって言ったんじゃなくて、自販機にあったかいって書いてあるのに押した時あったかくなかったらすごいショックだよねっていう話をしてたの。だからそういうことです。来世何になってたい？え？来世なんだろうね。来世ってなんだろうね。来世ってなんだろう。すげえ深い話に。私は、うん、あれですね。あのすごいかっこいい、うん、イケメンの俳優の飼い犬になりたいです。飼い犬になりたい。はい。美味しい食べ物とかも作ってくれるし、てかもらえるし。うん、あの犬の餌でも高級な感じの、あの、を食べれるし、なんかこう、トリートメントとかもしてもらえるかなと思って。自分自身は何もしたくねえんだ。え？自分自身は何もしたくないの？来世、うん、いや、でもなんかこう、そういうのいいくない？なんか旅行とかにこう、なんか、カゴに入れてもらって、電車とか乗れんだよ。自分で歩かなくていいんだよ、なんか。もうカゴに入れて運んでほしいわけ。だから私は赤ちゃんに戻りたいもん。赤ちゃんに戻りたい。もうめんどくせえ、みたいな。息をするのもめんどくせえ、みたいな状態ですか。違う違う、ね。あのね、私、あの赤ちゃんの時が一番幸せだと思うんですよ。赤ちゃんの時って、あれでしょ。あの、どんだけ楽してんだよ。違う違う。赤ちゃんの時って、みんなにどんなあれしたって可愛いって言われて、まあ得な存在ですよね。そう、それでお腹空いたら本性が出たら完全に、なんか赤ちゃんの時って本当になんかみんなからうわーって言われて、ああチヤホヤされたいのね。そうだからそうじゃない違う、あ、うん、このなんか一瞬くしゃみしそうなこの顔が好き。すごいなんかって言ってる、この白い顔が超好き。セクシーな、ね、セクシーなの。セクシーな感じ。セクシー。超セクシーだよ、これ。僕はそんな風に全然見えなかったんですけれども、このパッケージのイラスト見てください。もうとってもなんか僕もなんかセクシーでいい感じだなと思ってたんですけど、ともちゃんにはこれがですね、くしゃみしそうな顔に見えるという。なるほどね、天才だわ、お前やっぱ。超セクシーよ、これが。うん、そうだね。うんうん、やっぱそういうとこに乙女は弱いの。弱いです。ともちゃんやっぱそういうとこ弱い。弱いです。だから亀井さんやってバカにしてるでしょ。ともちゃんなんかあれでしょ、最近ドラケエにハマってるんでしょ。そうそうそう。誰とやってんの一緒に。知らない人。最新ゲームのプロモーションビデオが見られる。しかも無料で楽しむことができる。とってもお得な番組です。はい、その通りです。このケーキにすごいいいね。ケーキなのに世の中はね、ねえ、嬉しそうだね、友達ケーキなのにね。バカじゃねえの、本当に。でもね、この番組はとても地球に優しい、はい、エコな番組ですよ。例えば安いも何も無料つけんじゃんおめえ。安くて他にはあとは、うん、ないね。ないね。残念だね。一個しかなかったね。安いってことだけです。この番組やってるエコはね。すいません、本当にね。なんかね、我々のコンビになってからね、10回目なんですよ、今回。10回目。あらー、はい。1回もできてきたってことは、良かったことですよね。良かったことかな。例えばどういうこと？10でしょ？うん、10だよ。10でしょ？ダメだったら、1ヶ月で終わっ
でもとりあえずさ、ワンクールはやろうぜ。でもさ、なんかだんだん分かってきたでしょ。何が？神谷さんの、こう、疲れ具合が。疲れ具合が、分かってきて、私もちょっとそれを察するようになってきた。やっと ?10 回目で遅いよ、ともちゃん。もうちょっと早く聞こうよ。私が一回こう言っても、それに対して、いやでもこういういいとこがあるんですみたいな、朝まで並ばされてビリキラビリキな感じ。何よの呪文、呪い呪い呪いだろ。おもちゃん、10月に入りましたよ。本当は10月じゃないんだよ。10月に入りましたよ、ともちゃん。じゃあまあ、そういうことで、はい。なんで話を合わせようとしない。あれ、正直者だから。正直者だからね、ほんと。嘘ばっかついてるくせに。本当に。でも本当ね、最初からひどいんですよ。ものすごい大物女優っぷりをですね、発揮しておりまして。お水を持ってきてくれたですよ。エリー光岡さんがこう持ってきてくれた。あ、お水だ。こんなところにお水があるわ、みたいな。ありがとうでしょ、まず。わーい、お水だーっつー感じ。そして楽屋に入って、まず第一声が、今日お菓子が少ない。何お前。違うでしょ、お菓子が少ないって言ったでしょ。そんなお菓子が少ないって、その中でちょっと可愛らしく脚色してますけど、普通に、あ、お菓子少ない。って言ったでしょ。言ってない。じゃあ私、大物女優のモノマネやるから。モノマネじゃなくてそのものでしょ、今あなた。モノマネじゃないでしょ、今のは。じゃあ見て、神さん。踊り。さて、メールに紹介しまーす。ペンネーム、アフトさんからいただきました。ありがとうございまーす。そもそも、ともちゃんのゲーム機は、どこのテレビに繋がってんの？私のゲーム機です。なんか、私、5月好きなの、すごい。お、なんで好きなの？自分の誕生日の好きなキャラ。あー、そうなんだ。もう次ですよ、5月。本当に？はい。ともちゃん、いくつになるの？ともちゃん、いくつになるの？多分、誕生日前後にまたこの話すると思うけど、いくつになるの、ともちゃん。わかんないことないでしょ。調べといて、その誕生日の日までに。あのね、私、どこでいつ誰が産んだかわからない。それはねえだろ、お前。そんな言い訳ないだろ、お前。わかんないの。わかんないの、ほんとに。じゃあ30何歳になるの？いや、わからないの。わかんなくなっちゃった。わかんないの。ま、でも30歳以上だよ。35。うるさいな、さてですね、ともちゃん。ああ、そうなんだ。まあでも、まあ誕生日になったらね、わかると思うんで、皆さんもね、その辺に関するメールとか送ってきてくれると嬉しいですよ。よろしくお願いしますね。本当の生年月日ってことはお前わかってんじゃねえかよ。いや、わかんないの。わかんないの。あ、まあなんかともちゃんわかんないみたいなんで、ともちゃんの本当の生年月日を知ってる人、メールを送ってきてくれるとですね、このオープニングのコーナーで、ともちゃんの、オープニングのトークコーナーのところで皆さんのメールをお読みすることもあると思うので、ともちゃんへのですね、お祝いメッセージお待ちしておりますよ。よろしくお願いしますね。さて、ともちゃん、この番組の説明よろしくお願いします。今回のゲームはこちらでーす。はい。本当の青年学級くらいできたらどうすんの。みんな知ってるよ、もう。遅いし。だけど、改めて見たくないじゃん。はい、ともちゃん、この番組の説明お願いします。はい、この番組は私たち2人の滑り知らずのトークが聞けるのはもちろん、最新ゲームを、惜しかった。最新ゲームのプロモーションビデオが見られるとってもお得な番組です。いや、いいよ、よく見えたね。今ね、すごいね。今ね、画面を見ながら。ちゃんと言おうと思ったの。そうだよね、そういう努力したんだよね。そうした。いや、ともちゃんすごいわ、偉いよね。気持ち悪いな。なんか気持ち悪い。なんと皆さん、本日5月29日は今日だ、ともちゃんの誕生日です。やったね。ゴー肉の日だね。覚えやすいね。ゴー肉の日ですよ、皆さん。肉の日です。はい。何歳になったかわからないんですよ、これがね。だけれども、知ってる人はメールくださいねって言ったら本当に来ちゃいました。紹介いたします。ペンネーム、ももこさんからです。いつもありがとうございます。ともちゃんは1900年、5月29日生まれらしいですよ。あと、工学部建築学科卒業。
って書いてあったんですが、ともちゃんは建築家になりたかったんですか？とのことでーす。私に建物建ててほしい？ともちゃんに建物建ててほしいよね。すぐ壊れちゃうよ。いいのかな？私は藁のお家ですから。それも味味ともちゃん。まあね、今日神谷さん、優しいから気持ちが悪い。誕生日様だからだってともちゃん。ともちゃんは今日お誕生日様だからね。うん。いや毎日誕生日がいいかみたいな。ねえともちゃんね、よかったね。でも、なんでここ建築学科にいたかっていうと、偏差値が一番良かったの。偏差値が一番良かったの。どういうこと？だから、どの学部も一応選べる資格があったの、私。ともちゃんはとっても頭が良かったんだよね。とっても頭が良かった中で一番頭がいいところが建築学科だったんだ。なんだろう、そのキャラムカつく。ちなみに、ももこさんが書いた、1900ほにゃられねんって書いてありますけれども、これ、残念ながらですね、いろんな圧力がかかってですね、ほにゃららになってるんですけれども、本当は数字が書いてありました。ももこさん。あ、さっきのことですね。やったー、なんか神谷さん、今日ムカつく。なんか、嫌がらせなの、私に対して。嫌がらせ？嫌がらせ？嫌がらせじゃないよ、ともちゃん。今何が？ねえねえ神谷さんの桃子さんだけに伝わるように全員に触ってる。全員見てる人みんなみんなに伝わってる。神谷さん見たの？私のこれん？私のこれ見たの？んこれほにゃらら。だってともちゃん、ともちゃんは会社に入ってきた時に本当の年齢を言っていたから。僕は知っているよ。なんかその会社そのなんかそのなんかかっこいいキャラムカつく。そうだから、ムカつくとかともちゃんそんな汚い言葉使っちゃダメだよ。神谷さん今日キャラ違うよ。そんなことないよ。だってともちゃん先週は僕に対してとっても素敵なドッキリを仕掛けてくれたじゃない、でも残念ながら今回そういうドッキリともちゃんに対してはないんだ。いいよ別に。だから私そういう打ち合わせ全然してないの。だから僕なりのドッキリだよ。ともちゃん、この番組の説明お願いします。はい、この番組は私たち二人の滑り知らずのトークが聞けるのはもちろん、最新ゲームのプロモーションビデオが見られるとってもお得な番組です。はい、さて今回もメールからいきます。はい、ペンネームあーちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。神谷さんの大ファンです。はい、ひろしくんの今回のまとめまたやってほしいですとのことです。過去に1回だけやりましたけれどもね。はい、やってくださいよひろしくん。はい、やってほしいというメールですね。非常に嬉しいんですけれども、残念ながらできませーん。はい、なぜならばまとめで1分間で金田智子にダメ出しなんてできないからです。ダメ出しとか別にしなくていいじゃん、ひろちゃんのまとめ。なので今からオープニングの時間を使って金田智子にダメ出しをしたいと思います。やだ、なんだったらカメラ止めていいですよ。お前さ、ちょっとふざけんじゃねえよ。怖い怖い怖い。マジでさ、まず何、滑り火味のトークが聞けるのはもうこれまず言えたことないじゃないですか。言えてる。 今完璧って言いましたけれども、後半ちょっと笑ってごまかしたでしょ。違う、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 完全そうじゃないですか。ちょっと待って、神谷さん、ちょっと待って、前回と全然キャラ変わってるけど。前回もお前お誕生日様だったからちょっと申し上げただけだろ。怖い怖い。お前もお誕生日様じゃねえだろうが。だいたいいくつになったんだよ、お前。それ関係ない。わかる。わからないことないだろ。あ、それです。それです。まず、はい。ダメだし、その1。嘘つくんじゃねえ。嘘をつくな、お前。嘘ついてないよ。嘘ついてんだろ、お前。じゃあ言ってよ。何が？私嘘ついてないよ別に。もうそれが嘘だよ。あとダメだしその2、お前もう起承転結って言葉知ってる？これはね、68回のこと言ってます。68回目のダメだしです。あのね、68回目だけじゃないんだよ。多分もう何回もあったね。なになに、起承転結してるよ。もうほんとひどいよともちゃん。え、何が？もうそろそろまとめかなと思ってるところでまた話を盛り上げる。ねえ、そのね、盛り返しが結構良かったりするんだよね。あの、なんていうの、ほら、終わりかなって思いつつまでできたーみたいな。はい、結局見てくださいオンエアを。ほとんどカットされてますね、そういうところ。私多分68回目はね、すごいね、いつもの私が出てると思う。クールビューティー、ほとんどカットされて。まあ起承転結、起とかいうふうなことはもういいんですけれども、あなたの場合、起
ケツとかやるでしょ、あんた。ねえ。ちょっともまだこれから話したいんだけど、なんでいいことして、言ってまとめようとすんの？なんか。しかもその時、私いいこと言った。私いいこと言った。今言いましたよね。褒めてください、神谷さんって顔すんだよね。どんな顔してた？してます。でも本当にいいこと言っちゃったんだもん、しょうがないじゃん。あ、ダメだ、そのさ、もう上から目線、相変わらずのな。もう全然治らねえのな、それは相変わらず。ああ、面白そうなゲームですね。いいと思いますよ。あのね、聞いたか、皆さん。よく作りましたね。私ね、いつもね、下から人を見上げることが多いの。背ちっちゃいから。だからね、そのギャップで、上から目線になっちゃう。自覚はあるのね。ないけど。自覚ないでしょ？だってですね、もうダメ出しやってるとですね、もう本当にいつまで経ってもゲーム紹介できないので、もうこの辺にします。なので、もうヒロシ君の今回のまとめとかもう絶対ないですからね。やってるとしたら、もうそれで番組終わりますから。はい、ヒロシ君。ということで、最初のコーナーいきますよ。ヒロちゃんや。はい、続いては最近ゲームのプロモーションビデオを紹介しちゃいます。